ナンバーアイのダンスパフォーマンスが話題沸騰。岸優太、神宮寺優太、新たな夢に向かって突き進むアーム。2022年11月にジャニーズ事務所を脱退し、新たに結成されたナンバーアイ、ナンバーワンが、岸優太、神宮寺優太、平野市用の3人によるダンスパフォーマンスが話題となっています。 特に騎士と神宮寺の1000万再生を突破したコラボダンス動画が注目を集め、これまでの活動から一転、彼らの新たなアーティスト像が浮かび上がってきました。ナンバー・アイの誕生とダンスパフォーマンス。平野志洋、騎士ユ太、神宮寺ユ太タの3人は、2022年10月15日にナンバー・アイを結成し、公式 SNS を通じてその存在をアピールしました。 デビュー曲はまだ発表されていませんが、早くもダンスパフォーマンス動画を通じて、その実力を見せつけています。特に注目を集めたのが、ダンスパフォーマンスチーム、リーハタと海王のメンバーであるキャズセファイヤーとのコラボダンス動画です。11月24日に SNS に投稿されたこの動画は、騎士と神宮寺、そしてナンバーアイの3人が、ジャスティン・ビーバーの、 ピーチーズ FD、ダイヤルキーザー、ジビーアン、踊るもので、わずか数日で視聴回数が1000万を突破しました。視聴者からは、騎士のダンスの上達に対する驚きや、人流時の動きの柔らかさに対する賞賛が多く寄せられ、そのダンスパフォーマンスに対する期待感が高まっています。平野の仕様の独創からの解放。 ナンバー・アイの結成に先立ち、平野紫仕様はキング・アンド・プリンスを脱退し、ジャニーズ事務所を離れていました。これにより、彼の独創が心配されていましたが、実際にはナンバー・アイの結成によって、彼のアーティスチックな探求心が一段と磨かれている様子が見受けられます。ワイドショー関係者によれば、 平野のダンスに関するアプローチはキングプリンス時代から進化しており、月読みなど本格的なダンスにシフトしていたとのことです。ナンバー I の動画を見ると、特に騎士と人流児のパフォーマンスが際立っており、平野だけでなく3人が本気でダンスに取り組んでいることが伺えます。脱退時の経緯と海外進出への意欲。 ナンバー I の結成には、平野潮と岸優太、神宮寺優太の3人が関与していますが、その背後にはグループの海外進出への強い意欲がありました。しかし、海外進出に対するアプローチや活動方針に意見の基地が生じ、結果的に3人がジャニーズ事務所を脱退する形となりました。 ワイドショー関係者によると、特に平野はグループ内でリーダーシップを発揮し、海外進出に強い意欲を燃やしていました。ジャニーズ事務所内でのトラブルや不和も報じられましたが、それがナンバー・アイ結成につながり、新たな夢への挑戦として現れた形です。ナンバー・アイの今後の展望と新たなアーティスト像。ナンバー・アイのメンバーたちは、 既存のアイドル路線にとどまらず、本格的なアーティストとしての活動を試行しています。特に神宮寺は、ジャニーズのダンスとは異なる道を模索し、ジャニーズ以外のダンスをもっともっと練習したい、とコメントしています。また、岸も、海外でも日常の中で流れる音楽を作りたい、との意欲を示しており、 彼らが金プリ時代とは異なるアーティスト像を築いていくことが期待されます。ナンバーアイの新たなアーティスト像は、騎士と人獣児の驚異的なダンスパフォーマンスを通じて明確になりつつあります。これからの彼らの成長と新たな挑戦に注目が集まります。 ナンバー i の岸優太、神宮寺優太、平野仕様によるダンスパフォーマンスがファンや視聴者から高い評価を得ています。グループ結成に至る経緯やメンバーたちの海外進出への熱い思いが彼らの新たなアーティスト像として具現化されつつあります。今後のナンバー i の動向に注目が集まります。